でしょ。先輩、足。足がどうかしたの？いえ、踏んでもらえて幸せです。気持ちいいです。痛い、離して。喜んでるようにしか見えない。うるさいな。え、目をそらすな。帰る時間の時、いじめの取材で来たアナウンサーの知り合いがいて、南條文香っていう。呪文か。そんなこと言ってない。目が覚めるな。バカ、バカ作田。なんで？あの、足。踏まれて嬉しいんでしょ。ごめんなさい。反省しているので許してください。他に言うことは？踏んでもらえて幸せです。今私が聞きたいのはそんな言葉じゃない。好きですから誠意を。それは性欲。じゃあデートは来週の日曜日、鎌倉へ紫陽花を見に。好きです。堂々と浮気するな。今はあの1年生の彼氏なんだ。マウストゥーマウスが良かったな。調子に乗るな。で、だあ許してあげます。調子に乗るな。早く帰ってきてくれてすげえ嬉しいです。よくわかってる。喜ぶな。痛い。喜ぶな。というわけなんでお願いします。じゃあ。痛いわね。舞さんが恥ずかしがって。ペちゃんを利用するんじゃないの。どうしたんですか、お兄ちゃん。愛を試されてる。今は私が桜島舞。確かに舞さん。踏まれてわかるって。どうして僕。ごめん、なんか甘っちょろいこと言ってたからついカッとなって。だったら引っ叩く相手が違うよね。なんで。痛いって舞さん。てかなんで。だって作田にとってこれしてるわよね。はい、もちろん。